加古川運動公園陸上競技場は、兵庫県加古川市の加古川運動公園にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は加古川市が所有し、加古川運動公園市民スポーツサービスが指定管理者として運営管理を行っている。2009年末から日本陸上競技連盟第一種競技場公認の維持を主な目的とした。 大規模な改修工事を行われた。具体的な計画としては、が挙げられ、加古川市は新年度一般会計予算案に整備費1億4400万円を計上した。2018年2月28日に迎える公認期限に合わせて、一種公認更新のため2017年11月6日から2018年3月30日の間、主競技場において、 改修工事が行われた。また、2018年9月3日から2019年4月30日、予定において、主競技場スタンド棟外壁等改修工事、補助競技場改修工事を行う。なお、工事期間中は、イベント等は行えないが、トラックの個人利用はできる。他に、中学生や、小学生や、高校生の地域大会なども開催されている。また、 中学生の兵庫県大会は東京議場で開催される。加古川陸上競技場9年度大規模改修工事、兵庫毎日新聞加古川市ホームページ。ありがとうございます。